を楽しみ、海を味わい、そして美しい海を守る。海と日本プロジェクト in 山梨。僕は今自然豊かな忍野村に来ています。たくさんの緑ありますね。この森の中に水族館があるんですよ。ほら早速行ってみましょう。今年で開館20周年を迎えた山梨県立富士湧水の里水族館。透明度の高い富士山の地下水を使った淡水魚専門の水族館です。100種類1万匹の生き物が展示されています。中には絶滅危惧種に指定されている日本最大の淡水魚のイトウや、綺麗で流れが穏やかな川に生息するホトケドジョウ、また山梨のブランド魚富士の介も間近で観察できます。しかしなぜ森の中に水族館があるのでしょうか。山梨県の水産業を皆さんに知ってもらうという目的です。意外と水産業が盛んな県でして、海がないんですけれども淡水の養殖などがよくされています。もう一つの理由としましては、来館される県民の方に自然の触れ合う場としてこちらの水族館提供されるために作られました。こちらでは開館20周年に合わせて食育を学ぶおいしい水族館のコーナーを常設。県内で多く養殖されているニジマスがどのように私たちのもとに届くのかを学ぶことができます。突然ですがここで淡水魚クイズ。渓流の女王と呼ばれているヤマメは次のうちどちらでしょうか。どちらも見た目はとても似ていますね。皆さん分かりましたか。正解は B。 見分けるポイントは体の赤い斑点なんです。赤い斑点がないのがヤマメ、あるのがアマゴ。それぞれ生息する場所は違うのですが、実は山梨県はどちらも生息している珍しい県なんですよ。これであなたもヤマメとアマゴを見分けられますね。現在山梨県立富士湧水の里水族館では変わり者展2を開催中。見た目や名前、特徴が変な生き物が大集合していますよ。森の中で珍しい生き物たちを観察してみてくださいね。海と日本。